はい、どうも CL プラスセカンドパパです。今回もご視聴ありがとうございます。はい、ということでですね、今回は、1万人ですね、チャンネル登録者が1万人を突破しました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はママもね、こっちにいます。はい、今日はもう本当に1万人ありがとうございますというだけの動画なんで、本当にまあね、お礼をねみんなに言いたくて今撮影しております。はい、結構 YouTube 始めてどんぐらいかな、もう2年ぐらい経ったのかな、だいぶねマイペースに動画上げてきて、まあやっと1万人いったっていう感じなんですけど、まあ最初の目標でもあったので1万人っていうのはね、とりあえず達成できてよかったなと思ってます。これ長かったね。長かったけど、でもちょっとさ、休んでた時期もあったじゃん。そうそうそう、いろいろね、全然投稿してない期間があったりとか、うん、空いてる時もあったからね。まあでも長かったは長かったな、うん、なんか道のりとしては、うん、でも1000人行くまでのさ、最初のがすげえきつかった、うん、俺の中では。1から0から100もきつかったけど、1000人いくまでが一番しんどかったもんね。うん、なんか収益化がさ1000人じゃん、うん、なんか条件みたいな、うん、まあ、今思えば懐かしいんですけど、うん、まあ、結構やっぱその最初の頃は何上げてもやっぱね、うん、再生数もあれだし、うん、まあ、今もねそんなめちゃくちゃね再生数がすごいかっていうわけじゃないんですけど、まあ、動画によるよね、うん、それは。まあでもあの頃から比べるとね、うん、見てくれる、方々がいっぱい増えたので、うん、嬉しく思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、これからも、まあ、マイペースですけど、まあ、週にね本当は2本あげたいんですけど、なかなかやっぱね仕事の都合とか家庭の都合とかいろいろあってね、なかなかそうポンポン動画を撮影はできないですけど、まあ、ファッションのことだったり僕の趣味のことだったり、まあ、家のね家庭のことだったりとか、まあいろんな内容でね、これからもやっていくと思うんで、ぜひまたこれからも見ていただけたらなと思いますね。はい、そうですね、うん、最近は編集もねママが一緒にやってくれて、僕がね仕事でいない間にねちょっと編集やってくれたりとか、2人でね頑張ってやってますんで、応援していただけたら嬉しいですね。はい、はい、なんで笑ってんの？違う、みんな気づいてないかな、意外と。私が編集って言ってもテロップはさ私がやっちゃうと変だから、テロップだけパパにつけてもらう感じで、それ以外は私がやって、素材を切ったりとか、ね、そうそうそう、音つけてとかでパパに投げてお願いしますみたいな感じでやってるんですけど、そうですね、そう分担してね、そうそうそう、まあ、全部僕がやってるのもあるし、まあ、それは動画をめちゃくちゃよく見てる人は分かるかもしれないけど、あ、キャンプ系とかは、まあそうだね、うん、まあ、俺がやるしかないやつとかは僕がやってるんですけど、うん、まあ、こうやって分担してこれからもね、やっていこうかなと思ってます。はい、はい、どうですか1万人。嬉しいよね。嬉しいよね、うん、嬉しい嬉しい。まあそのいっぱいさ、それなね、1000万人とか何百万人とかさ、うんうんうん、何十万人とか1000万人でいる人もさいるじゃん、うんうん、有名なさ YouTuber、ね、そうそうそう、 YouTuber の人たちいっぱいいるから、1万人ってなんかそんな別に大したことなくねみたいな感じでね、そういう何千万とか何百万に慣れてる人はさ、うん、そう思っちゃうかもしれないんだけど、冷静に普通の人がそういう YouTube をこうやりだして、まあなんかでこうバズってとかだったらわかるけど、うん、普通にやって1万人って結構ね、まあ大きい数字というか、うん、1万人って結構な人数だからね。しかも YouTube の1万人ってそうだね、違うと思う。インスタとかの1万人とかと全然違うから、ね、チャンネルを登録してくれるのもさ、インスタでこの人いいなって思ってそのフォローするのと YouTube の、はいはいはい、なんだ1チャンネル登録とはちょっと、チャンネル登録のボタンの重みって本当に違うと思うから、確かにそこは本当にすごいなって思ってます、うん、私は。よかったね、嬉しいよね、うん、嬉しい。でも私別にやってないからまあでもそれは一緒にやってるから、でもその、まあ、メインで、
演者がさパパじゃん、まあね、だからそこはほんとすごいなって、まあ、頑張ってますね、思ってますよ、はい、ありがとうございます、はい、まあそのなんだろう、これからね2万人3万人4万人5万人とか増えてってくれれば、あの僕らもやりがいもあるし、まあ、モチベーションもねもちろん上がるし、うん、あとは何だろう、やれることがこう増えてくるというか、そうだね、企画とかもやれることもいろいろ増えてくると思うんで、あのチャンネル登録してくださってる皆さん、ぜひ友達とかに広めてもらえれば、はい、嬉しいですね。嬉しいね、うん、まあ5万人じゃない目標は、次は5万人目標ですね、うんうん、であの結構前に1万人いったら、その1万人記念でこうオリジナルアイテムを作るっていう話をね動画でもしたんですけど、あの今回、やめました。まあ理由としては、作りたかったんですけど、理由としてはですね、あの、まあ、そういうファングッズっていうんですか、そのうちの CA プラスセカンドのグッズ的なのにはしたくなくて、まあ言ったらアパレルブランドに近いクオリティのものを作りたかったんですよ、その1万人記念のアイテムとしても。っていうのがあって、それと予算がやっぱ合わないっていう、本当に僕が作りたいなって思ってるものと、そのアイテムの、まあ、その値段と予算がやっぱり合わないなっていうのがあって、今回はちょっとね、見送りました。なので、まあ、5万人の時に作ろうかなと思いますね、はい、服作ったことある人とか分かると思うんですけど、大変です。そう、大変だし、こだわり出すと答えがないからキリがなくて、もうひたすらどこまでもね、こうどうしようどうしようってなって、これもいいなこれもいいなってなってって、結局いろいろ加算でってね、まあ、どうするっていうふうに行き詰まっちゃったりとかすると思うんですけど、まあ、そういうのがあってですね、今回はちょっと見送りました。あの1万人記念アイテムは楽しみにしていた方がもしいたんだったら申し訳ないです。いたのかな、いや、わかんないけど。まあやれるときに、うん、まあそのタイミングが来たら、もし5万人じゃなくてもね、タイミングがもし僕らのタイミングでやれるときが来たら、やる可能性は、作る可能性は全然あるんで、その時はねまた動画で報告しようかなと思います。はいはい、なんかありますか、言っときたいことは。うーん、本当にありがとうございますっていうことだけですね。あ、見てくれてね、うん、本当に、うん、だってさ、1000人行く前とかさ、5000人行く前とかさ、そこで登録してくれてる人ってすごくない？なんか私ないからそういうの。いや、なんかそうだね、10万人とか20万人とかちょっと大きくなった時にファンになるタイプだから、ほんとガチの初期から見てるみたいな、子さんってやつっていないから。そうそう、だからすごい、そのすごい前からチャンネルを登録してくれてる人とかはすごいなって思う。うん、まあそうだね、うん、嬉しいよね、その本当に100人とかさ、うん、そのぐらいの頃からずっと登録して見てくれてる人とかいるのか、まあいるんだろうけど、いるでしょう、うん、すごい嬉しいなと、うん、あの僕何人から登録してますって教えてください。ぜひあのね、教えてほしくないだって、教えてほしい、 やばーってなるよね、うん、嬉しいんで、ぜひコメントで教えてください。はい、ということでですね、1万人ですね、今回は1万人ありがとうございますっていう、だけの動画だったんですけど、これからも頑張ってねやっていきますので、ぜひご視聴よろしくお願いします。で、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録していただいて、定期的にね見ていただければなと思います。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。